皆さんこんにちは、こんばんは、秘宝です。ドラクエがですね、大炎上に巻き込まれるということでですね、ドラクエが燃えてるわけではないんですけども、海外でですね、今大炎上してる話があるんですが、そちらにですね、ちょっとドラクエの名前が出てきたということで、かなりですね拡散されてるということで、ちょっと怖いなと思ったっていう話をね、ちょっとしていこうかなと思います。そしてですね、スクエニの神ゲーたちのですね、サプライズのお話があったんですが、そちらちょっとねリークされたということで、どんな内容なのかね、語っていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、現在なんですが大炎上中ということでですね、ゲーム業界で今一番ね話題になってるお話なんですが、こちら見てください。株式会社任天堂ということでですね、株式会社ポケットペアに対するですね、特許権侵害の訴訟の提起についてということで、皆さんでご存知だと思いますが、パルワールドですね、任天堂がパルワールドを訴えたということでですね、これ国内と海外でちょっと反応違うんですよ。国内だとまあそりゃそうだよねっていう方結構いらっしゃるんですが、海外だとなんかね、インディー潰すなみたいなとかね、そんなちっちゃいことでみたいなこと言うんですけど、最近ねポケットペアの、社長さんがですね、ヤフーか何かどこかでですねインタビュー受けてたんですが、692億円くらい稼いだみたいなことをこう言ってて、どこがちっちゃいんだよと思ったわけなんですが、こちらのですね、はい、今です大炎上ってことなんですけども、これにですねドラケの名前が、上がってるということで、しかもねとある画像がですね海外でですね、はい、拡散されてるということで、それを見た時に、ね、本当に、ね、やめてほしいと思ったんですけどもね、思ったんですけども、これなんで海外だとこんなに燃えるんですかね、日本だと仕方ないよねって感じなんですが、こちら見てください。100万人ぐらいね、フォロワーがいる海外の情報を流してるですね、とてもですね影響力のあるアカウントなんですが、今回のこともですね紹介してるということなんですけども、任天堂とポケモン社はですね、パルワールドの開発元であるポケットペア社をですね相手取り、東京でですね訴訟を起こしたということで、ここにですねなぜドラクエが出てくるんだって話なんですけども、まあいろいろね、まあ、これ見てくださいね、これ見ても似てないとか言ったりする人もいたりとかして、まあ、似てます、僕は似てると思いますし、まあもうこれで訴えられた場合はまあ仕方ないなって思ったりするんですが、いやそんなことないよって人もいるということ、これ難しいのかなと思いますが、でここにどこにそれが出てくるのかっていうとですね、見てください、こちらの画像なんですよ。これがですね海外でめちゃくちゃ拡散されてるんですよ。でまあ何かというと、これはですね、この人が言うにはですよ、ネズミ社、まあポケモンですね、金銭を求めてですね訴訟を起こす前に、パルワールドが売り上げをですね、パルワールドのね売り上げを吸収するのを待ってたんだよということでね、泳がしてて稼ぐだけ稼がしてもらおうとしてるんだよって言ってるんだよね。だから任天堂おかしいよねとか、他にもねオープンワールドとかキャッチングのメカニックとかね、文字通りそれ全て認定のものじゃないだろうということでですね、まあ怒ってるということなんで、こちらの画像見てください。これが何を言ってるかというと、海外でめちゃめちゃ拡散されてるんですけど、ドラクエのポケモンはパクリだろうって言ってるんだよね。ドラクエのデザインをポケモンはパクったんだろうみたいなことでいろいろ話題になってて、その中でいやいやドラクエだってさバクってるだろみたいな、なんかもうなんか関係ないところでちょっとドラクエも今いろいろ言われるみたいな、ちょっとねって、やめてやめてみたいな感じになってるぞ。これめちゃめちゃ拡散されててね、元のやつがもっと拡散されてるんですよ。これ見て、いやお前もだろっつって、ドラクエパクってんだろ、いやいやドラクエだってさって、なんかウィザードリーってゲームあるんですけど ねウルティマとかあるんですけど、それパクってるだろみたいな、いやもうちょっとやめて、ドラクエはいいよみたいな、すごいことになってるわけなんですね。そしてですね、ネットでこんな記事もですね話題になってるということなんですが、任天堂のですねパルワールドを提訴から考えるパクリと掛け合わせの境界線ということでですね、なんか皆さん、なんかドラクエとなんかポケモンをですねちょっと比べることによってですね、いやドラクエもパクリだろみたいな関係ない話がどんどん出てくるということなんですが、こちら見てください。ポケモンのですね、バトルのコマンド選択もドラゴンクエストシリーズを想起させるということで、何が書かれてるのかちょっと見てきたんですが、ポケモンも採用していたコマンド選択という要素、例えばポケモン自体もですね他のゲーム作品と類似する部分はいくつもありますが、例えばですね初代ポケモンの、ね、バトルはですねコマンド選択によるですね、行動決定を行いますが、これはドラゴンクエストシリーズを想起させる要素とも言えるでしょうということでですね、こちらの記事に対してネットの反応を見ていきましょう。ウルティマやウィザードリーからインスパイアされたもんだろう、
ドラクエってゲームなんてゼロから作り上げたものなんてほぼないだろう。でそれを模倣してドラクエ自体の評価を落としてるゲームがあるの。コマンド RPG はですねドラクエが起源だった。これで、パルワールド擁護、いやいやさすがにそれはないっしょということでですね、今回のね問題にはですねドラクエ全く関係ないんですけども、ドラクエをですね引き合いにこうやって出すので海外の人がね言うので、いやいやドラクエだってパクリの文化知らないのみたいなことですね。いやもういいからドラクエはちょっと今回関係ないじゃんみたいな感じで今日いろいろ言われるというね状態が続いてるということです。皆さん素直にどう思いますかこのパルワールド問題ということ、ぜひねコメントで感想ね教えてください。これですねなんと日本と海外だとちょっと感覚が違うみたいで、まあ全てのね海外の人がですね怒ってるわけではないんでしょうけど、日本だとまあそりゃそうだよねって人圧倒的に多いじゃないですか、なったりするんですが、これねまあ日本じゃなくてこう海外向けの投稿もこう任天堂してるんですけど、でこれをまあ同じ内容はこう一緒ですね、はい、ポケットペアにとかなんですけども、こちらで何が書かれてるのかっていうと、負けることを祈ってますよということでこんなこと言ってる人もいるし、他だとなんかすごい、これは違うな、すげえ怒ってる人とか結構いた、まあ、これとかそうか、何十年にもわたってですね革命的なポケモンを作っていないから、あなたたちは、ただですね意地悪してるだけですと、あなたのオリジナルのポケモンファンのほとんどはですね現在20代から30代ですが、あなたらはですねこれらのゲームでこのプレイヤー層を答えるために何もしていませんということで、パルワールドはそうしてあなた方が無視してきたコミュニティを活用してますとか言う、めっちゃ怒ってんだよねすごいめちゃめちゃ怒ってんだよね。本当なんか日本だとこういうことあんま言ってる人少ないと思って、僕が知る限りあんまり目に入らないんだけど、海外だとやっぱちょこちょこと結構いらっしゃって怒ってる人が、なんでそのいじめるんだみたいなね、こんなつまらないバカげたですね訴訟に使ったお金を使ってですね実際にいいポケモンゲームを作ってもらえませんかって言ってるんですよ。つまらないバカげたって言うんですけどね、692億円だよね。で今回の問題ってはっきり言って僕やりすぎたんだなって思うんですよ。売り上げが692億円なんですね。まずね社長この間出てきてね、いやインタビューで言ったんですけど、でマイクロソフトが後ろに出てきて、でソニーもね、プレステ出そうかなとか言ってたりとか、でアニプレックス出てきてね、ね出てきてアニメ化すんのかみたいな流れになってきて、でねであと東京ゲームショーでも出るとか、いろんなこれからねどんどん幅広げているんだったら、さすがに任天堂もちょっとさそこまでちょっとそりゃ目つぶれないよっていう話だと思うんだよね。ということで日本だとまあそりゃ仕方ないよねみたいな感じなんだけど、海外だとインディー潰すなみたいな感じ、インディーってあんだけ売れてるのにインディーかよっていう考えもあるんだけど、ということで皆さん素直にどう思いますか。日本と海外でちょっとねまあそんな考えの方ばかりではないんだけども、海外の方がですねなんで潰すんだっていう人の方が多いというお話でした。そしてですね絶好調ドラクエ3 HD2D リメイクなんですが、巻き込まないでくれというお話なんですけども、今週もですね売り上げ絶好調です。ただですねゼルダがですね発売ということで CM バンバン流れているので、ちょっとですねはい記録はですね毎週7週連続の1位だったんですけども、ゼルダに阻まれるということで、まあこれは予想はしてましたが、ただですね見てください、あのゼルダ発売26日なんですが、過去1ヶ月なんですが1万点なんですが、こちら見てください、ドラクエです見てください、1万点というか11月14日だからね、まだまだ先なんだけれども、テレビ CM やってないからねまだね、ということで絶好調というお話なんですがね、ということですね全然違うところからドラクエの話でいろいろね、いやドラクエだってとかいろんなこと言ってたりね、陰で言われているのでね、もうねぜひですねもう巻き込まないでくれというねお話でした。そしてですねスクエニのですねゲームがですね、まあ、リークされたということで、何が来たのかって話なんですが、こちら見てください、ジョズ・コーデンさんって方なんですけども、たびたびちょっと有名なというか話題になったりする人なんですけども、いろんなねゲームのねことを話すんですが、この方ですねマイクロソフトにいい人脈を持ってると言われてる方でですね、なんかね前僕ちょっと一番気になったのが XBOX、 次の XBOX に Steam がですね搭載されるよって言ったので、なのでその記事見て僕ね XBOX 買おうかなって待ってるんですが、今んとこないので、なんか白いなんか新しいの出ますよね XBOX で、それの次のやつなのかちょっと分かりませんが、ちょっと楽しみ待ってるんですが、この方がですね生放送かインタビューかなんか分かんないですけど、何かで語ったことがリークと言われてるということで、海外の掲示板なんですがこちら見てください、何が書かれてるのかって話なんですが、ジョーズ・コーデンさんなんですが、東京ゲームショウで XBOX 向けにですねファイナルファンタジーの16とファイナルファンタジーピクセルリマスターが、発表されるということを言ったということで、ジョーズ・コーデンさんですね XBOX 向けのですねファイナルファンタジー7のリ
リメイクのは期待はしないでくださいねと。でただですね、ファイナルファンタジーの16とピクセルリマスターはですね、東京ゲームショウで Xbox 向けに発表されますよということで語ったということで、海外でね話題になってるってことなんですが、ピクセルリマスターか、僕ちょっとやってな、ね、いんだけどね、 HD2D で やりたいよね。わかりますね、オクトパストラベルとかね、やったことがある方わかると思います。あれがね、ファイナルファンタジーの6とか来たらもう最高だと思うんですけども、 Xbox に来るということでですね、まあ、これ16が Xbox でやれるんだったら、ソニーのねプレステ5結構ね、どうなんだろうね、立場的にね、どんどんマルチになっていったらね、独占も出ないのかなと思うんですが、まあということでネットの反応見ていきましょう。やったー、ピクセルリマスター来る。まあ形は日本向けにしてるけど、明らかに海外ユーザー目当てでしょう。ピクリマは欲しい派かな。ファイナルファンタジーの7の、リメイクはですね、スイッチ2とともに、発表なんだって、本当かよな。ラドキューリマスターがスイッチ箱版も、同発だったしということで、7は最初のやつだけでも出せばいいのに。そうなんだよね、7はリメイクまだ出てないの。 Xbox でも出てないの、リメイク出てないのかな。これで言うとそういうことなのかな。ね、どんどん違うのでね、出てくればねいいと思うんですが、ということでですね、なんと Xbox にですね16、そしてピクセルリマスター出るということで、これ Xbox ユーザーめちゃくちゃ嬉しいんではないのかなと。まあただね、これリークというか話題になってるだけなので、外れることもあるかもしれませんが、東京ゲームショウでまあ来たらですね、この人言ってることが間違いないということで信憑性上がるので、そしたらですね、僕もですね、この人ね監視リストにね入れていきたいなと思います。そしてここからなんですが、ドラクエフリートークということでですね、思いついたドラクエの話ちょっとしようかなと思っております。ということでこちらなんですが、今回話す内容ですけども、ドラクエ6のカルベローナとベロニカって関係あるのかねということで、これ関係あると思いますか。なんかいつかなんかさ、実を言うとドラクエ11と何かしらの、よくなんかあったじゃん、勇者のいない世界がドラクエ11というか天空シリーズじゃないのかとか、まああれはなんか一つにね収縮していくんですよみたいな堀井さんが言ったということで亡くなった話もあるけど、このカルベローナとベロニカってなんかたまたまなのかな。でこのカルベローナは夢の世界のみに存在する魔法都市で、バーバラの故郷なのね。でこの魔法都市を作ったのが大魔女バーバレラということで、カルベローナね、魔法で魔法使いのベロニカ、なんかならないね、絶対ない。いや分からん、 HD2D リメイクと出たらさ、ないかな。なんか前から思ってるんだよね。でもともとなんかドラクエってなんか勇者がいなくなった世界、11年話ね、でいなくなった世界が天空につながってるんじゃないのかなみたいなことあったじゃないですかね。でまあその後堀井さんがなんか一つにね、あのなんかこうまとまるみたいな、収縮するんだよみたいなことなんか言ってたんで、まあただなんかユーザーの方ね、皆さんねなんか想像してみてくださいよみたいな、考察するのは自由ですよみたいなことイベントで言ってたんですけども、なのであの世界がもし残ってたら、11かもしくは天空シリーズにつながっていくんだったら、このカルベノーラとベロニカの何かしらあるかなとか思ってたんですけども、どうですか皆さんいやわかんないでしょ。 HD2D で描かれるかもしれないじゃないですかということで、はい、まあそういうただの考察だったというか、ちょっと気になったことを思い出したというお話でしたということで、皆さんどう思いますか。つながってるわけねえだろうって、いやわかんないでしょそれは。 HD2D で、あそうだ、 HD2D リメイクの6出たら、ベロニカのってじゃなくて、いやじゃあバーバラか、バーバラの正体とかねわかるかもしれないですね。あの未だにのあのドラゴン何なのかとかね、ちょっとお腹痛くなるからね、ちょっと途中でいなくなったりとかして、その後ドラゴンとして出てきたみたいな話あったりして、でバーバラ自体が謎結構多いじゃないですかね。まあ謎というかのドラゴンの話だけど、 HD2D でですね、そこら辺が分かるのか分からないのかということですね。僕のですね、ちょっと思いついたドラケのお話でした。皆さんお疲れ様でした。ということで今回なんですが、大炎上にですねドラケさんも巻き込まれるという、いやドラクエもパクられてるだろうみたいな、パクってるだろポケモンがつって、いやドラクエもパクってるだろうみたいな、なんかもうなんか訳のわからんとこにから急に殴られてるみたいなとんでもない状況ということで、まあこれね1986年、1996年だから、まあこれ見るとどう考えてパクってるだろうって感じなんですけども、ただこれってなんだろう、ラインスタンプ的な感じでこうちっちゃくキュッて書いてるデザインだから余計似てるように見えるんでしょうけど、まあこうやって見るとまあ確かにここら辺のキャラとか、まあそうなのかな、ここら辺もカニはいるよね。ああ、で、ああパンサーね、もうそうだね、ベビー
パンサーとかね、まあここら辺とか似てる、まあここら辺はドラキーとか、まあちょっとインスパイアされたものもあるんでしょうけど、今回ね別にね著作権侵害じゃないですもんね。だからねそういうことじゃないが、デザインではないとは言われているので、なんかあのなんだかモンスターボールみたいな感じでね、バルワールドが仲間を捕まえるか、あそこら辺じゃないのかって言われているので、まあ、これ言ってもね、今回ここで訴えられてるわけではないから、著作権とかそういうのではないとは言われているんですが、まあ、ただね、パクってるだろうというね、ポケモンだってパクって人のこと言えねえだろうみたいなことで怒られてると。ね、いや、ドラクエだってパクっただろうみたいな。ということで、ちょっと違うところからね、ドラクエも巻き込まれてるというお話でした。ということで、今回はこの辺でおります。よろしくチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。